演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらミスタードーナツの新商品、世界的に有名なパティシエとコラボしたというチョコレートドーナツ6種、そしてリニューアルされたポンデリングを食べたいと思います。あ、どれも一緒ですね。チョコの色が鮮やかで、なぜかスプーンもついてくるんですね。これは崩してくださいってことなんでしょうか。でも自分は手づかみでいっちゃいたいな、というわけでチャンネル登録よろしくお願いします。まずはこのリニューアルしたポンデリング、といってもなんか、ね、見た目はちょっと鮮やかな感じですね。中身はその違いがあるように思いません。ではこちらからいただきます。新ポンデリングは、どうなんだろう。ピエールエルメの3種、美味しい。フルーツの酸味が効いてる。最初に食べたポンデリングは、今までと食べると弾力やあっさり感がより強くなった気がします。なので、今までの良さを引き上げるようなリニューアル。ただ、そこまで劇的に変わってるというわけでもないような気もしますね。で、2つ目に食べたポンデイスパカン。これは本当に甘酸っぱいラズベリーの香りが噛んだ瞬間にクリームとチョコの両方を感じましたね。このポンデリングの生地もよく合っていてとっても美味しかったです。そしてこの次に食べたタレマンショコラ、いや違う、サティーヌファッションだ。サティーヌファッションも上に乗っているチーズクリームはまるでチーズケーキのような味わいを出していて、このチーズケーキの爽やかな酸味がその中にふわっと広がっていてとっても美味しかったです。こういうのもいいですね。そして次に食べたこれもそのキャレマンショコラ、こちらはチョコレートの 甘さが口の中でさっと広がってきて、ドーナツ生地もさっくりしていてとっても美味しかったです。さっと食感も楽しめるチョコレートドーナツですね。チョコも濃厚でしたし、で次はこの残る3つはこのなんかクリームというか、なんというか、あーついちゃって、こちらはちょっとクリームついちゃうので、やっぱりスプーン使いますか。その方がいいわ。では、あれ、スプーン用意されてるので入んないじゃん。何のためについてるの、何のためについてるの。では、もうこのままいっちゃいますね。セオリーのいただきます。こちらの3種はどちらかというと食感を楽しむドーナツですね。サクサク感がいい。チョコレートも濃厚で、キャラメルやフランポワーズ、オレンジも効いてる。いずれのドーナツもさっくりした生地の中にそれぞれの味が入っていて、キャラメルはキャラメルのちょっとした甘くほろ苦い味わいが、2つ目のオレンジはオレンジの酸味が、最後のイチゴはイチゴの甘さ、イチゴなのかな、が甘酸っぱさがしっかり広がりましたね。でもそれよりもドーナツ生地のサクサクとした音、食感も非常に良かったです。どちらかといえば食感メインかな。というわけで7つのドーナツ食べました。個人的には最初のイスパパンが一番お気に入りでしたね。あの甘酸っぱさがとっても良かったです。まあ、最初に食べたというのもあるのかもしれませんが、それも含めてこちらの点数とさせていただきます。その次がモガドール、あのサクサクドーナツのキャラメルで、こちらの点数同点で、ジャピーヌファッションでこちらの点数ですね。もちろんそれ以外のドーナツも美味しかったですよ。新年の初ミス、またこれも美味しかったですね。今年もいろんなドーナツ食べていきたいです。というわけでご視聴ありがとうございます。コメントしていただける、そしてよろしければ動画を拡散していただけると、他の動画も見ていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。